大学入試の伝説のクソモン10選。まずは明治国語。明治の教壇に立ってない人を選べ。早稲田志望だからわかんねえよ。次は早稲田国語。あれ、どれが正解の選択肢なんだ。悪い、答えないんだわ。また早稲田国語。今度はちゃんと答え作ったぞ。お前の答えめちゃくちゃだな。はあ、俺らの回答にケチつけるなんてお前何様だよ。著者だよ。慶応世界史。グリニッジ天文台のイングランド標準時の年代を答えよ。予備校の私たちでもわかんねえぞ。グリニッジに直接聞くか。俺らもわかんないよ。広島県高校入試数学。これあと何行書けばいいんだよ。回答欄も狭いし。無理ですね。昭和大生物。このようにおしておしてお東大英作文。この絵を説明した上であなたが思ったことを述べよう。お、これ Y が落ちた時のやつや。東京芸術大学。絵を描きなさい。あー、もうさっきの描いたろ。ピピン三世の好きな食べ物は何か。26事件発生日の東京の積雪量を答えよ。ロベスピエールが通ってたレストランの名前は。人生かかってんだよクソモンが。キャップテスト。人生潰すなよ国が。